磯チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。プロ野球解説者の磯部晃一です。ロッテ3連戦、日本ハムとの3連戦、計6試合がね、今週行われました。一番のニュースといえば田中将大投手、マー君が日本に帰ってきて、土曜日の試合で日本ハムファイターズ戦でですね、今季初登板、久しぶりの日本球界での登板を果たしたというニュースが一番大きいニュースでしたがね、早速今週のイーグルスの試合を振り返ってみたいと思います。火曜日はですね、仙台でロッテと試合が行われました。この試合はですね、先発岸投手で、前半投手戦1対1のね、同点で5回終了して、6回にねイーグルスの方にねちょっとミスが絡んで、2点を勝ち越されて、8回に3点取られ、で結果的にはね6対2という形でゲームを落としちゃうんですけども、ここまでのこのチャンネルでもね、お話してる通り、イーグルスの方は選手がねしっかり揃ってるので、外国人はまだ2軍で調整中なんですけども、ある程度オーソドックスな野球というか、大きなミスのない野球をやっていけば十分、週でずっと勝ち越せるような感じではあると思うんですけども、この試合ね、ちょっと内野のミス、それからバッテリーミスですね、これが絡んで、勝ち越され敗戦という形になりましたね。ちょっとね岸投手にはねかわいそうなことをしたような、ゲームになりましたけども、このゲーム落としましたけどもね、反省点として、こういう試合をねとにかくこう少なくしていく、こうずるずるずるっとこう順位も下がることない、負け越すこともないよう、戦力揃ってますから、しっかりした野球をね今後やってほしいなというふうに思いますね、これは本当一つの反省点ですね。カードのね初戦を久しぶりに落とすというか、そういう感じになっちゃいましたね。4月の14日ロッテとの2戦目ですね、先発投手が則本投手、6回1失点としっかりゲームを作ってくれて、一時はね7回に勝ち越されて、2対1で9回まで行くんですけども、9回にねイーグルスが鈴木大地選手のね犠牲フライですね、犠牲フライで同点に追いつき、なんとか9回終わって2対2で引き分けるという形になりましたね。この9回に追いついたことは非常に大きいことでね、前日ちょっと嫌な負け方してるんでね、ここでゲーム落とすとこうずるずるいっちゃいそうだなというふうには思ってたんですけども、なんとか9回にね鈴木大地選手いい犠牲フライを上げてくれましたね。打つ方はねこの試合も4安打で2得点かな、ちょっとこう元気のない打線でしたけども、ね毎日毎日10安打以上打てるわけじゃないんで、この試合はねなんとかこう投手陣頑張ってくれたなっていう感じですね。木曜ですね、4月の15日ロッテと3連戦の3戦目ですね、滝中投手、前回ね今季初勝利挙げてくれて素晴らしいピッチングしてくれたんですけども、3回まで0-0 の展開、その後ね4回に2点をロッテに先制され、その間打線の方もねロッテのね投手陣、先発岩下投手だったんですけども、2安打無得点、その後も9回にね、3点は返しましたけども、結果的には7対3ということで負けということになりました。このロッテ戦3連戦、なかなか得点できなかったのもあるんですけども、先ほどから話す通り、初戦のね敗戦がちょっとこう流れを悪くしたなと、イーグルスの方はですねここまでずっとカードで5割以上でずっと来てたんですけども、このロッテ戦でね2敗1分けということで勝ち星がつきませんでした。ロッテの方もね去年もA クラス入ってますし、なかなかね簡単に勝たせてくれる
チームではないので、まあ仕方ないとは思いますけども、まあ、振り返ってみると初戦のあの負け方はちょっと後を引いたんじゃないかなという感じでした。はい、まあね、シーズン長いんで、まあ、僕がコーチやった時もまあこういうね流れの悪い時ありますから、まあ、この流れをね断ち切らなきゃいけないで臨んだ日本ハムファイターズとの東京ドームでのね金土日3連戦、金曜日の先発はね、まあ、今では、まあ、去年からね頑張ってくれたエース涌井投手ですね。試合前から頑張ってほしいなというふうには思ってたんですけど、さすがにね涌井投手やってくれましたね。まあ、初回にね涌井投手1点取られるんですけども、終わってみればね涌井投手7回まで投げてこの1失点だけで抑えてくれてます。あと打線の方はね島内選手のタイムリーや若手黒川選手のタイムリー、7、8、9と終盤に1点ずつ取って結果的に4対1勝利するという形になりましたね。カードの頭っていうのはね非常に大事なんですけども、この涌井投手がねしっかり先発としての役割、エースとしての役割を果たしてくれましたね。流れ悪い中のカードの頭の先発でしっかりね自分の役割を果たしてくれましたから、これはもう本当に涌井投手大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、打線の方もですね10安打4得点と、効率のいいね得点の仕方でしっかり初戦を勝利しましたね。土曜日の試合、日本中のファンの方が注目していた田中将大投手が日本での久しぶりの登板を先発をすると、私もねツイッターにもあげましたけども、楽しみやなとすごい期待を込めたね試合でした。まあ、立ち上がりだいぶ力が入ってたんじゃないかなというふうに思いましたね。勝負球というか、まあ、狙ったところにね投げれてないような状況だったので、まあ、初回にね立ち上がりを捉えられて、日本ハム中田選手にね、まあ、狙ったところよりもちょっと、逆側に行ったストレートをですねホームランされ、2回にもですね石井選手にこれもまあ逆球って言ったら逆球ですかね、痛打されてソロホームラン。この3点はね非常にこの試合大きいものがありましたね。相手の先発も上沢投手、日ハムのねエース格の投手で、まあ、打線が結果的にこの試合はね3安打1得点と、田中投手を援護できずに、まあ、久しぶりの登板だったんですけども4対1で、敗れると敗戦ということで、まあ、田中投手ね日本でのこう連勝記録続いてたんですけども、今季初登板にして連勝記録が途絶えるとちょっと残念な結果になりました。まあ、久しぶりの登板だったのもあるし、故障明け、それが今季初登板ということで、まあいろいろねプレッシャーのかかる中のゲームでしたんで、百戦錬磨のね田中投手でもなかなかこううまく立ち上がりいかなかったんじゃないかなというのが見てての率直な僕の感想でしたね。まあ、とはいえねこの田中投手が楽天投手陣に加わってシーズン中先発で回ってくれるというのはね非常に大きいことだと思いますし、負けはしましたけども、今後ねこの悔しさを取り返してくれるようなピッチングをしてくれると思ってますから、私もそうですしファンの皆様もね田中投手期待して見ていただきたいなというふうに思います。マー君次は頑張ってくれよ、頼むよ。日曜日の試合ですね、4月18日ファイターズとの3連戦の3戦目、この試合はルーキーの早川投手が先発です。早川投手が投げれる前回前々回と打線の方がね完封2回続いてるんですよ。でこの試合はね、まあ田中投手で昨日落として、頑張ってほしい、早川投手のためにこう打線が援護してほしいという風な感覚で僕も、ゲームを見てました。まあね本当ゲーム展開でいくと、早川投手がね初回にファイターズ近藤選手に、ホームランを打たれて、またもうこう先制される、先制を許す嫌な展開でスタートしたんですけど、その後に女房役太田選手のスクイズ、それからようやくちょっと元気を取り戻しつつあるキャプテン茂木選手のタイムリーで、鈴木大地選手のタイムリーで、若手黒川選手のタイムリーと、この試合は打線の方がね、まあ、先制はされたんですけども同点に追いついて逆転、それから追加点と早川投手をしっかり援護してくれました。
早川投手もね、援護に守られてというか、まあ、非常に内容のあるピッチングだったんですけども、8回を投げてですね、6安打1失点としっかりゲームを作ってくれました。まあ、ゲームを作ってくれたというか、早川投手らしいいいピッチングをね、見せてくれました。最後はね、松井裕樹投手が締めて、日曜日の試合をね、4対1で勝利ということで、ファイターズとの3連戦はね、2勝1敗勝ち越しということになりました。結果的にね、1週間2勝3敗1分けで勝ち越しならずで、一つね、借金を作った1週間だったんですけども、まあやはりね、ミスをするとこの流れが悪くなるし、イーグルスはね、平凡なミスをしないっていうことかな、押していけば守備面にしても打撃面にしてもいい流れで回ってくれると思うので、今週の頭のこう火曜日の試合は一つのね、反省点というか、こういう試合だったら勝てないよというこう展開のゲームだったんでね、こういうゲームをとにかくこうなくしていく、少なくしていってほしいなというふうに思います。パリーグの方はですね、順位表でいくと、まあ、ソフトバンクがね、楽天と並んで同率首位11勝7敗、まあ貯金が4ですね。で3位西武10勝7敗で、ロッテが9勝8敗で4位、まあここまで5割ですね。で5位のオリックスが6勝12敗、6位の日ハムが5勝11敗という風な感じで来ております。今シーズンね、まあ、順位予想を僕も開幕前にしてたんですけども、まあ、ここまではその予想が当たってるような感じですかね。まあ、上位3チーム、まあ、ロッテ含めて4チームですね、まあ、こういう形になるであろうというふうにちょっと予想してたんで、予想通りの展開で来てます。まあ、ソフトバンクの方がね、今週いい戦いしてるのかな。日曜日の試合なんかね、柳田選手、中村選手がちょっと右肩上がりになってますから、打つ方もね、ちょっと怖い感じになってきてますね。セリーグの方がですね、阪神がめちゃめちゃ頑張ってるんですよね。15勝4敗で首位、すごいね、貯金がもう11ありますからね、まあ、これは本当に素晴らしいスタートダッシュ切ってると思います。2位が巨人10勝6敗、3位広島10勝9敗、4位ヤクルト8勝8敗、5位中日6勝11敗、6位 DeNA 3勝15敗。この3勝15敗 DeNA、三浦新監督のところ頑張ってほしいでね、うん、セ・リーグの方はね、こんな感じになってますけども、イーグルスの方はね、しっかり今週反省点が出たんで、来週頑張ってほしいなと思いますね。20日からはですね、王者ソフトバンクと、一発目が北九州だな、それから、福岡ドーム、ソフトバンクと2連戦を行って、仙台で金曜日から西武と3連戦、まあ、来週は5試合になりますね、ソフトバンク西武と続くので、しっかり頑張ってほしいなと、ミスのないように頑張ってほしいなというふうに思います。まあ、野球とは全然関係ない話なんですけど、最近プライベートでピノというチョコレートのアイスをちょくちょく買うんですけど、買った中にですね、まあ、ツイッターでも上げさせてもらったんですけど、1回目がこう星印で、2回目がハートの、ピノが出てきました。まあ、確率的にはちょっと僕もよく詳しくないんで分かんないですけども、いいこと起きそうな当たりの星とハートだと思うので、イーグルスの方もね、頑張ってほしいなと、まあ、完全に話はそれましたけど、頑張ってほしいなというふうに思います。今回もね、フルスイーグルス、特にパリーグを中心に、お話しました。動画を見てね、良ければいいねよろしくお願いします。あとはイソチャンネルの登録も引き続きよろしくお願いします。今回はこの辺で失礼したいと思います。プロ野球解説者磯部晃一でした。バイバーイ。